グローバーです。毎日1枚1年で365枚の名画をお届けする日めくり3分間名画の旅、今日の作品はこちらです。235枚目の作品はアンリ・ルソーの夢です。作品を選んでいただいた番組監修の藤久先生からお話を伺いましょう。藤久です。この不思議な絵を描いたアンリ・ルソーは19世紀後半から20世紀初めにかけてパリで活躍した素朴派の画家ですね。彼は幼い時から絵が好きだったのですが、描き始めたのは27歳を過ぎてからと言われています。それも税管理を務めながら、美術教育は受けず日曜画家として独自の世界を描いた異色の画家なんです。一説によると、絵画の描き方読本を片手に創作していたと言われています。そしてパリの第2回アンデパンダン展への出品作がデビューとなり、作品は酷評されてしまいましたね。アンリ・ルソーの絵は子供が描くような純真な作品ですけど、今先生から絵画の描き方読本を参考にしていたって聞いて、その理由が分かったような気がします。でもその絵がピカソから称賛されて有名になるんですよね。ピカソはルソーを20世紀絵画の父と言って称賛しましたが、だいぶ持ち上げて世に喧伝したと伝えられています。根が素直なルソーはとても喜んだと思いますけどね。さてルソーがこの作品を描いた世紀末のパリでは、産業革命への反動から異国の自然への憧れというムードがありましたね。ゴーギャンのように原始的な風景を求めて南国へ渡る人もいました。しかしルソーはフランスを出たことがありませんから、パリの植物園や動物園で観察したものや写真を見てこの絵にしたんですね。ルソーの頭の中の夢をジャングルの中に描きましたね。密林とその中に住む象やライオンなどの動物や鳥たち、葉の肉の厚みのある樹木や色鮮やかな大輪の花、そしてソファーに横たわる白い裸体の女性と、彼女が指さす先には黒い肌の女性、笛を吹いてますね。装飾性豊かに描かれたルソーの夢の世界に引き込まれてしまう名画ですね。先生ありがとうございました。では最後はクラシックソムリエの田中康さん、音楽のお話をお願いします。今日の音楽はモーツァルトのオペラ魔笛序曲です。モーツァルトが生涯の最後に完成させたオペラ魔笛は夢見るようなファンタジー作品です。ルソーが描いた森の風景は、まか不思議なことが起こりそうな夢の世界の序曲にも通じるように思えます。